を半分に切ります。そして4等分にしましょう。種と芯を取り除いていきます。皮を剥いていきます。また縦半分に切ります。だいたい1センチ幅ぐらいで切っていきます。フライパンにお砂糖です。お水大さじ 1/2 加えます。火加減は中火です。色が変わるまで加熱していきます。ちょっと色が変わってきました。そしたら火加減弱火にします。カラメルの色ぐらいの手前ぐらいで火を止めます。リンゴを入れていきます。火を止めた状態で絡めていきます。全体に絡めたらもう一度火にかけてください。2分ほど加熱していきます。2分経ちました。蓋をします。そして火加減弱火にしてください。このままだいたい5分ほど蒸し焼きしていきます。バターを加えます。シナモンパウダーを加えます。混ぜましょう。卵を溶きほぐしてください。そしてお水をね少し入れます。パイシートを4等分にしていきます。切れ込みを入れていきます。こんな感じで切れ込みを入れます。ここに乗せていきます。卵液を塗ります。上に乗せます。そしてくっつけましょう。上に卵液を塗っていきます。200度に予熱したオーブンで20分焼いていきます。美味しそうに焼き上がりました。アップルパイの完成です。